直樹、今日はどうする？じゃあ、一緒に行こっか。まあ、やることが湧いてくるわけじゃないわな。なんか降りてきたか？ワクワク。つまんねえな。フジミ、ちょっといいかな？もし手が空いてたら園芸部を手伝ってほしいんだけど。また明日な。
ージ。お疲れ様。大変だったでしょう。いえ、久住先輩に手伝っていただけましたから。そう、大活躍じゃない。そんなこと。ともかくお疲れ様。お茶入れるからちょっと待っててね。私は
われてるのかしら。ここはフォローするとこでしょ。仕事頼んじゃって悪かったわね。若いわね。すごいわよね。全部一人でやるつもりだったんでしょ。いいじゃない、面白いし。あら、そう。はい、コーヒー。天然ね。私もやってみようかしら。いろいろいるのよ。別に大会があるわけでもないんだし、やりたいようにやるのが一番だと思うんだけどな。そうね、そうかもしれないわね。もらってたのよ。そうなんですか、お疲れ様。コーヒーは残ってますか。ごめん、今入れるわ。あ、いいですよ、自分で入れますから。調整があって会議が多いんです。授業だけが先生の仕事じゃないからね。身体測定の結果を誰がまとめると思ってるの。保険頼りも作るわよ。私たちとは少し違いますから。フォローになってないし。ごめん。え？私は何だと思う？
で私を見て言うのよ。ゆっくり休むのもいいのかもしれないね。